はい、稲城です。おはようございます。そろそろ年末が近づいてきたなと思うのは、保険屋のおばちゃんがミッキーマウスのカレンダー持ってきてくれたり、酒屋さんのおばちゃんが来年のカレンダーくれたりとかして、もうクリスマスソングがそろそろかかるねとか、そんな感じの言葉が聞いたりとか、年末やねとか言われて、まあ明日からがいいから、小銭寒なるらしいから、すげえ寒いらしいから、それで初めてなんか冬が来たって感じるのかな。冬嫌いじゃありませんけどね、もうめちゃくちゃ極寒の日が寒い時に、まあ、町の喫茶店入って窓にかかった雪を見ながら熱いコーヒーを飲んだりするのは昔から好きやったけど、まあどうなんでしょうか。最近腰痛がひどいので、それもちょっと 嫌いになるかもしれませんね。この腰みたいなのを治したいけど、友達に言わすと、あんまり調子悪いからといって、家にこもりすぎててもダメやと言うしね。まあ、もうちょっと良くなったら、近所の明石川付近をとか走ろうかなとか、走るのも無理やな、歩こうかなとか、いろいろ考えます。次は、久々に、なんか演歌っぽいので、サブちゃんの予作を歌おうかなと思います。どうでしょうか。いきますね。こんな歌も面白いね。夜作は秋を切る。へいへいほー。へいへいほー。こだまは帰るよ。へいへいほー。へいへいほー。女房は機を織る。トン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 。飛騨のいい子だよ。トン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 。夜咲く夜咲く、もう日が暮れる。夜咲く夜咲く、女房が呼んでいる。
お山が呼んでいる。サブちゃんで優作なぎでした。ぜひまた遊びに来てね。 See you なぎでした。